巨人、住1勝利。巨人は初回に敵質絡みで奪った1点を守り切って3連勝、貯金を今季最多タイの11とした。先発の山崎は今季初の中5日ながら、121球の力投で6イニング3分の2を2安打無失点に抑えて8勝目。打線は初回、阪神先発の西勇に対し、先頭の丸の中前だから西二塁のチャンスを作ると、岡本和の3塁への強いゴロを取った大山の1塁送球がそれて先制。住1での勝利となった。うおー。やったー、勝ったー。勝ったでー。来た。ナイス。久しぶりに阪神に勝てたわ。組一最高や。勝ったでー。負けたでー。佐藤様様やな。ケラー圧巻の投球だー。ケラーのセーブは2023年8月10日以来、昨季はこの1セーブのみ。なんで勝てたんだろ。まさか1対0で勝てるとは思わなかった。素晴らしい、最高やったな。これでスイープ消えた。体勢なしでよく勝てたわ。